かつて本社が入っていたサモンイレブンビル四谷三丁目駅近くに所在2009年9月近所のビル内に移転株式会社ー田プロダクションは日本の芸能事務所通称ー田プロ東京都新宿区に本社を構える日本音楽事業者協会に加盟している1963年7月20日新宿小畜文化演芸場の支配人から 転身した磯野勤が設立。磯野は高齢となったこともあり、会長に退き、民放テレビ局勤務の経験がある息子の太氏が社長職を引き継いだ。太氏の母で勤との妻の磯野康子が副社長を務める。関東では老舗のお笑いタレント事務所、創設以来数々のお笑いタレントを輩出している。1960年代初期のトリオコントブームでは、 天福トリオや、ナンセンストリオ、トリオスカイライン、ギャグメッセンジャーズを輩出。1970年代末期の第一次モノマネブームでは、畑賢治、和光コード、アキラや、当時、コミックバンドとして活動していたトノサマ・キングスを、輩出した。1980年代の漫才ブーム以降は、俺たち表金属に出演した、ツービートや片岡鶴太郎、山田邦子らを、 次々と世に送り出した。1990年代以降は、ダチョウクラブ、松村国博有吉博之、劇団一人といったお笑い芸人を輩出しており、主にピン芸人が活躍する傾向にある。高島玲子、斎藤恵子ら俳優陣も多数在籍している。1980年代には、ビートたけしや片岡鶴太郎、山田国子らといった、 当時のテレビ界には必要不可欠だったタレントを数多く抱えていたことから、泣くこも黙る大田プロと称され、在京企業局においては、吉本工業以上に強い影響力を持っていたが、岳をはじめとした岳軍団らが独立してオフィス北たのを設立したことや、鶴太郎が俳優や芸術に方向性をシフトしたことにより、一時の影響力は影を潜めている。 その後も所属タレントの独立、遺跡、解散などが繰り返されながらも、一戦で活動する、数多くの有名俳優やタレントを抱えている。2000年代後半以降は、AKB48 の大島優子、前田敦子、小野エルナ、佐志原里野、北原里秀、野呂佳代、横山優衣、入山杏奈、NGT48 の中井理香がオフィス48や、 アクスから移籍している。またプロボクサーのライセンスを取得した鶴太郎の縁で元プロボクシング世界王者のマネジメントも手掛けている。1990年代からあった大田プロセミナーを開催、発展する形で2009年に東京にタレント養成スクールを開設。2012年に名古屋、2015年には福岡、2016年には札幌にも開設した。 それに伴い、名古屋、福岡、札幌に、地方事務所を設け、ローカルタレントを抱えるようになった。所属タレントの報酬は、社長から現金で手渡しというシステムをとっている。あ、家をかきくけこさしすせた、ちつてと、何ぬねのは皮膚へほまみむめもやゆよろ。ありがとうございます。